ステポジゴンは、セルビアの俳優、演出家、小説家である。1926年に、セルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国のリブリアナに生まれる。彼が14歳であった1941年には、ユーゴスラビア青年共産主義者同盟の一員として、数多くの妨害工作運動に参加した。翌年、ダッハウ共生収容所に投獄され、 そこでドイツ語を習得した。なお、彼の囚人番号は61185であった。彼は演技をリブラナトレニングラードで学んだ。1952年にはベオグラード芸術大学を卒業し、同大学が初めて採用した演劇学科のアシスタントの一人になった。ドイツ語とドイツ人の振る舞いに関する豊富な知識を買われ、事言はしばしば皮肉屋で冷酷な。 ドイツ人の警官を演じた。中でも、オトピサニと、ポブラタクオトピサニフという1970年代の人気テレビシリーズで演じた、クリューガーというベオグラードのゲシタポの隊長は、当たり役であった。彼の妻と娘も女優であった。1968年、ベオグラードで、学生運動が起きた最中、ジゴンは、ダントンの死を上演し、 学生のために自らマクシミリアン・ロベスピエールを演じた。ジゴンがロベスピエールに噴して発したメッセージは、運動のため集まった学生の喝采を浴びた。2005年末、ベオグラードで死去。ユニバーシティ・オブ・アーツ・イン・ベルグレード・アバウト、FDA2009 年6月7日閲覧。ありがとうございます。